及川武雄は日本の俳優である。本名は春の武雄。及川武雄と表記に揺れがある。日本初のテレビ時代劇、半七鳥物町の主役として知られる。妻は元小竹の舞台女優で村田角子、村田武子と共に定劇三姉妹と言われた村田美音子である。1905年6月25日。 東京府東京市芝区南作間町に生まれる。芝田後小学校を経て、旧西芝中学校に入学。卒業後、海軍兵学校の入学試験を受けるも不合格となり、早稲田大学に進学する。しかし、それでも諦められず、再び海軍兵学校を受験して合格したが、1923年9月1日、関東大震災で実家を呼び学校は全焼した。 1925年4月、震災直後に、日比谷音楽堂で講演された、新国劇の舞台、漢人町を鑑賞したのをきっかけに俳優を志し、井川武雄という芸名で、畑中昌派、伊沢蘭者、五教校らが所属していた、新劇協会に入る。同年5月、白鳥座で初舞台を踏む。この芸名は、旧を背負いて、川を当たるが由来であるという、 同年末、新劇協会の一堂と共に、作家直樹35が設立し、牧野プロダクションが提供した、連合映画芸術家協会を経て1926年には、帝国ホテル演芸場の舞台に出演する。また、諸口19一座と浅草公演劇場で共演した時期もある。ところが、新劇協会の経営をめぐる問題で畑中と対立し、間もなく脱退。 その後、岡田義子、竹内良一、山田美之助、元安豊等の初劇団に入るも馴染めず、1928年、新劇協会に復帰したが、赤字経営が続き合いもなく解散する。1929年4月、新月寺劇場を脱退した土芳、肘方義丸山貞を、鈴木田賢治、山本安江、細川佳子等によって創立された新月寺劇団に、 入る。旗揚げ公演に先立って、武蔵野館から映画のアトラクションに少人数の芝居を上演して、欲しいと申し込まれ、準備公演として、ニコライ・エブレイノフ作、心の劇場を上演し、大川も助演。さらに、同年5月には、片岡鉄平作、生ける人形にも出演して、後に、正式な劇団員となった。1931年4月、 新月劇団の関西公演が行われ、フセボロドプドフ近作、アジアの嵐が上演された後、先期座主催の講習会が開かれ、講師として出席。同年10月、東京左翼劇場が結成した、日本プロレタリア劇場同盟のプロット第4回全国大会が開催し、及川は中央執行委員に選出され、以後、全国で、 プロレタリア演劇の普遍化に尽力する。さらに、同年11月、日本共産青年同盟に加入し、劇団内にフラクションを形成した。1932年1月、新月樹劇団の関西新春公演が、関西のプロット系の劇団の援助によって行われ、ウラジミル・キルション作、風の街が上演され、追川も出演。同年3月、 プロットの拡大中央委員会が開かれたが、たまたま臨席していた関係により突然、中止させられる。同年、総合プロレタリア文化団体、日本文化プロレタリア文化連盟が結成するに及び、及,び及川は両劇団の常任中央執行委員になる。しかし、すでにプロット指導部に対する弾圧が強まっており、及川は、関西中国地方公園の途中で検測された。 釈放後は一時芸能界から離れていたが、1933年8月、市川小田優の新講座に入る。しかし、新講座は、同年10月に解散。同年12月からは、寺田康夫と共に、関西新派に移り、1934年1月、都築文夫、梅野井秀夫、山口俊夫、中田正蔵らと角座で一座を結成する。同年3月、 プロット大阪支部が解体され、同年4月に劇団自由部隊が旧プロットインと小区の演劇会社によって結成されたのを機会にこれに参加したが一度も舞台に立つことはなかった。1937年、寺田と共に新生劇場を創設した。1940年国策に協力するために 関西演劇文化協会が設立されたが、及川はそのどちらにも関係した。戦後は新国劇に所属していたが、1952年10月に退団。その後は東方を中心に活躍し、多くの作品に出演。また、テレビドラマの出演もあり、テレビ放送開始間もない頃に日本放送協会で放送された、日本初のテレビ時代劇として知られる、ハンナナ。 鳥物町で主演を務めるほか、多くの作品に脇役や主役として活躍した。しかし、1959年9月5日から1960年1月9日まで放送された東京放送系列のテレビドラマ、朝焼け富士以降の出演記録が見当たらない。以後の消息は不明とされていたが、2013年8月1日に出版された。 縦品日記賞同年4月9日の文中にて、及川の未亡人から死去の通知があったという旨が記されている。万十四歳ボーすべて制作は、連合映画芸術家協会。配給は、薪のプロダクション。すべてサイレント映画である。特筆以外、すべて制作。配給は、東方。すべてトー,ー特筆以外はすべて、及川武雄名義である。 ありがとうございます。